信念、表情、スケールメリット、
絆、連携、リーダーシップ、これは災害対応に当たっていく中で非常に重要なキーポイントになります。2019年10月に台風19号が発災いたしました。宮城県の社会福祉協議会、社会福祉協議会より打診があって、被害が大きかった丸森の地域に災害対応に当たりました。その時一緒に来ていただいたのは2019年の理事長の皆さんです。塩浜青年会議所の石川理事長、桜青年会議所の大橋理事長、阿武隈青年会議所の亀井理事長、そして2017年度会長を務められた高橋浩二歴代会長、4名の方々に同行していただいて、丸森の支援、その時はまだ、災害が発災したばかりでしたので土砂対応、土砂のボランティア活動に参加をしていただきました。理事の皆が汗をかいて、泥だらけになって災害対応に当たっていただきました。また各地で災害ボランティアセンターが立ち上がりました。その時リーダーシップを発揮していただいていただいたのは各地の理事長の皆様でございました。その姿を見た時に率先垂範されている理事長の皆さん、リーダーシップ、改めて宮城ブロック協議会の絆を感じた瞬間でありました。宮城ブロック協議会の協議長来ていらっしゃいますか、ね、お、お父さんでございます。宮城ブロック協議会の委員長もみんなも、私が世界会議で日本にいない間、自主的に休みにもかかわらず丸森の支援に入っていただきました。東北各地のメンバーが宮城の地に片道4時間5時間かけて災害対応に当たっていただいたんです。青年会議所のスケールメリット、連携、絆、改めてこの JC の凄さ、偉大さを感じた瞬間でありました。信念、共助、スケールメリット、絆、連携、リーダーシップ、これから皆さんにその重要性をご説明させていただきたいと思います。これが私が今日皆さんにお伝えしたいメッセージであります。災害は異譜ではなく保険なんだよ。もし災害が起きたら、もし津波が起きたら、もし地震が起きたら、では実はもう手遅れです、もう遅いです。だからこそ有事に向けて、いつ災害が起きても、いつ水害が起きても対応できるように準備を進めておかなければならないこと、災害は異譜ではなくご縁だということ、これをまず皆さんにお伝えをさせていただきたいと思います。今日の内容でございます。災害のテーマは大変難しいです。いろんな状況によって、被害の状況によってやるべき対応は、対応が伴っている。今日は皆さんにどのような話を私は今日お話しさせていただくか、ご説明をさせていただきたいと思います。第1部では JC の原理原則についてご説明をさせていただきます。第2部では防災減災に向けて、実際私が務めさせていただいたアクションについてお話をさせていただきます。第1部、JC とはどんな団体か、宮城ブロック協議会とはどんな組織か、JC 運動とは一体何か、おそらく1月、2月にアカデミー委員会の開講式があって、JC の基本的な部分に関しては、皆さん学ばれてこられたらと思います。今日私はそこの部分をお伝えするのではなくて、実際に体験から得た、原体験から得た教訓をお示しさせていただきます。その後で防災減災に向けて JC はどんなことをすべきなのかについてお話をさせていただければと思っています。今日のお話の概念についてでございます。
JC の原理原則、原理原則を皆様にお話をさせていただいた後、今の時代背景を共有させていただきます。その時代背景のもと、3つの方向性、3つの価値観について共有させていただきます。SDGs の推進、コレクティブインパクト、そしてトライセクターリーダー。この3つの方向性と価値観を共有させていただいた後に、防災、減災に向けて JC はどんな運動をすべきなのか、ここに落としていきたいと思います。JC の原理原則。今日、皆さんが来ていただいた石巻。2011年3月11日、東日本大震災。大変大きな被害を受けた場所でございます。犠牲者は4000名近く。石巻の人口の約 2% ほど、大変多くの被害と犠牲者を出した場所でございます。その時私は何をしていたのか。ログで事務局長の仰せつかっておりました。もしかすると今日、事務局長の方も来られていらっしゃるかもしれませんが、事務局長はどんな役職かというと、ログの執行部、理事長と共にする機会が多い役職であります。東日本大震災のさまざまな情報が、理事長を通じて私の耳に届いています。それは大変悲しい情報が多かった。その時理事長はこの写真から見える日和山の鹿島御神社の久保木義之理事長でございました。久保木理事長はどんなことをしていたのか。日本全国各地、この JC という軸を通じて、さまざまな支援が見えたんです。物的支援、人的支援、さまざまな支援が入りました。宗教を問わず、地域の、社会の、町の災害復旧の、積極果敢な行動をしていたんです。その時私は何をしたのか。何も言ってなかったんです。自分の無力さを感じました。自分の至らなさを感じた瞬間でありました。理事長と比較して自分は何が足りなかったんだろう。2つ要素が出てきた。東日本大震災の経験、本当にこう心が揺さぶられる経験ばかりでございました。自分と理事長何が違うのか。2つ要素が出てきました。それは強い信念とリーダーシップ。これが私には足らなかったんです。しかし一方で理事長はこの信念とリーダーシップを持って町の災害復旧のため対応に当たっていました。信念とは使命感、責任感、哲学、情熱、志、リーダーシップ、人を動かすこと、マネジメント、行動力、戦略を作る力、さまざまな要素が私には至らなかったんです。青年会議所は強い信念とリーダーシップを育む組織であることでと私は捉えています。ビジョンを作り、戦略を作り、その戦略のもと人を動かすためにいろんな人とコミュニケーションをとって行動に移していく、そして自分のアクションを振り返っていく。そしてその中で自分自身に気づきの場を提供してくれる団体。JC 活動の目的は気づきを与えてくれる。強烈な刺激、強烈な気づきと、その気づきによってどんな努力をしなければならないか。自分の価値観を広げてくれる。そんな団体が JC であります。まさに青年会議所は強いリーダーを育成する団体であるということ。先ほど皆さんは JC アミッション賞賛かと思います。 JC アミッションとは、これは日本全国のメンバーだけではなくて
世界中のメンバーが皆さんと同じようにこの JCI ミッションを承諾しています。この日本語訳、それは重要なトップ、より良い変化をもたらす力を皆さんに与えるために発展成長の機会を提供して、より良い力をもたらす力を皆さんに与えるために青年会議所は様々な気づきを与えてくれる。これから皆さんは防災・減災に向けて様々な気づきを得ると思います。その気づきが必ず皆さん成長に導いてくれると確信をしています。宮城の企業がこれまで青年会議所とはどんなのか、信念とリーダーシップを育むか、そして宮城の企業、宮城ブロック協議会の役割を、それは皆さんも進められていると思って何となく把握されているかと思いますけれども、県内11の青年会長の出向から成り立っております。そのメンバーと共に行動し、議論し、さまざまな経験をし、そしてその中でノウハウやスキルを得て、ネットワークを得ていく、それが宮城ブロック協議会の。そしてもう一つ忘れてならないのは、ここにいらっしゃる皆さんはロムの代表だということ、とりわけアカデミーの皆さんは将来を嘱望された皆さんです。おそらく理事長の皆さんからアカデミー生の皆さんはロムを、そしてこれから地域を牽引できる人材だというような願いを込めてアカデミー委員会に後押しされたらと思います。だからこそこのアカデミーを最大限活用してスキルを得る、ネットワークを得る、そんな成長を皆さんしていただければと思います。そしてもう一つ、宮城ブロック協議会で重要な役割があります。それはつなげること、つなげることなんです。この必要性を感じたのは、私は災害対応の場面です。改めて宮城ブロック協議会の役割を気づいた瞬間でありました。ロムがスキルをつないでいくこと、ロムとロムをつないでいくこと、人と人とをつないでいくこと、このつなげる要素が災害対応で非常に重要な役割を、一人では災害対応できません。ロム単体でも難しいです。ロムとロムの垣根を越え、ノウハウを共有し合う、そんな役割が宮城ブロック協議会にはあって、その役割を果たすことによって加速度的に災害対応に当たることが可能になる、そのように私は考えます。運動とは何か、皆さんの考える JC 運動とは何か、ここも押さえておきたいと思います。運動とは英語で、ムーブメント、社会運動と言われています。運動とは、対象とする人の考え方や行動を変えていく。対象とする人の考え方や行動を変えていく。具体的な話をお伝えさせていただきます。東日本大震災の時、大震災の後に災害の成功モデルと言われた釜石の奇跡、これは釜石のある地域の小学生、中学生600名程度だと記憶しております。間違ったらどうしても全員犠牲者を出さずに助かったんです。なぜ助かったか、それは日頃からの防災教育、防災訓練、主体的な行動を子どもたちが育むように取り組みをしていた。つまり対象とする人、子どもたちの考え方や行動を変えることによって子どもたちの命を守ることができる、そんな教えが私はこの釜石の奇跡にあるのではないかというふうに考えています。そこまでエネルギーを使って、皆さんのエネルギーを使って運動を作り上げていかなければならない。続いて時代背景を共有する。
これは私自身が考えている時代背景ではなくて、しっかりと緒方会長の初心の中にこの文化の時代という表現がおそらく出ておりますね、出ていますので、私の独断ではございませんので文化の時代とは一体どんな時代か、これはアメリカの軍事用語から来ていると言われていますけれども、文化の変動性、不確実性、複雑性、曖昧性、この英語の4つのイニシャルを取った言葉でございます。つまりどういうことか、世の中も今大きく変わっていると思います。コロナの影響、テクノロジーの進化、地政学リスク、私が2019年会長を務めていた時と今と比べると本当に世の中が変わっている。まさかパソコンで Zoom で会議が行われる、大会が Zoom で行われるなんて2019年と思ってなかったんです。それだけこの2年3年で状況は大きく変わっている。つまりどんなことを言いたいか、部下は予測不可能、答えが分からない時代だということ、先が見えないから青年会社の皆さんは何をしていく必要があるか、ここが重要なポイントです。決断して先を示していく、社会にビジョンを示していく、これが私は JC の振り返る役割ではないかというふうに思っています。ではどんな方向性やビジョンや価値観を示していかなければならないのか、3つ共有させていただきます。SDGs の推進、コレクティブインプット、トライセクターというか、これはどういう考え方なのか。SDGs に関しては、皆さん、もうすでに積極的にやられているし、バッジもつけられているので、あれで手が外されていらっしゃると思いますが、2015年、国連で採択された持続可能な開発目標、SDGs。これは2019年の日本青年会議所が私が会長を務めているときに、各国と連携して、この SDGs を日本で推進していこう、そんな取り組みがあって、現在に至っています。今では事業計画の中で、必ずこの SDGs の目標を掲げて、それを評価する、そんな取り組みまでいっているかと思います。つまり何を言うか。実際にその方々と連携をして災害を
課題を解決していく。その解決が、その連携がうまくいけばいいこと、災害対応は前に進んでいくことになると、そう感じたんです。つまり、JC の枠を超えた連携が必要だということ。これは、SDGs の17のパートナーシップの確立でも、皆さん、共有されていらっしゃると思います。これによるインパクトとは、一体どういう考え方か。行政や企業、NPO や自治体が連携し、様々な社会課題を解決していく。トライセクターリンクは、民間公共社会の3つの垣根を越えて活躍する人材。なんとなく、皆さん、自身にすごく価値観があると思いませんか？それはなぜか。JC には、何でしょうか。非常に崇高な理念なんです。これは、行政には用いていない。他の団体にも用いていない。崇高な理念なんです。それは、何か。明るい、豊かな社会の実現。世界の JC にも崇高な理念があるか。それは、恒久的な世界平和。こんな理念があるからこそ、若い青年団体だからこそ、さまざまなスケールメリットがある団体だからこそ、この価値観、この考え方が私はマッチしている。そのように考えております。はい、それでは前半戦、JC の原理原則、そして時代背景3つの方向性について共有をさせていただきました。後半戦あと30分を活用させていただいて、実際に私自身が経験した防災減災に向けた取り組み、 JC 運動について触れさせていただきたいと思います。2019年10月にまあ、もしかすると皆さん、記憶に新しいかと思います。台風19号、水害が発災いたしました。河川決壊が140箇所、土砂災害が953箇所、停電が93箇所。なぜこの数字を皆さんにお示ししたか、考えてみてください。この数字から見える論点は一体何だろうか。それは国の方で、国土交通省の方でも見ていかにと導き出した論点であります。それは何かというと、ハートだけではもはや太刀打ちできない。それは国の方でも認めています。急速に変化する気候変動、ハードだけではもう追いつかない。いかにソフトの力、ソフト対策を強化しているか、これが実は求められているんです。ハードとソフトの両立、ソフトの力をいかに高めていくか、ここがもしかすると JC に求められている課題なのかもわかりません。いかにこのソフトの力を強化していくか。台風19号、この災害の特徴は一体何だったのか。ぜひ皆さん、この災害があったら、どんな特徴がその災害にあるのか、考えていただければと思います。3つ、私の考えを皆さんにお伝えしたいと思います。推測が可能だったこと。2つ目に、広域の被害だったこと。3つ目に、類似の災害が過去に起きているということ。補足をします。推測が可能だった。これは一体どういうことか。地震と水害、皆さん、比較をしていただければと思います。地震はなかなか予測が難しいんです。一方で、水害、台風に関しては、実は何日か前に台風がやってくること自体は推測が可能だった。ということは、事前の準備ができるということ。2つ目に、被害の広域だった。これは宮城全
ともに、日本全国各地の太平洋側、ここに被害が集中した。つまり広域被害とはどんな問題なのか。それは人的支援、物的支援がなかなか全国から集めにくい、要は復旧がなかなか進まないということ。ここから言えること、それは自助・公助をいかにその地域に根付かせるか、それが課題である。3つ目、類似の災害が過去にも起きている。これは私自身もこの JCC を通じてさまざまなボランティア活動に行く機会がありました。岩手の岩泉の水害、山形南陽の水害対応、また2015年には大崎、また泉の地で発災した土砂災害、これにも類似の事例がある。つまり過去の先輩方は災害対応に当たっているということ、経験があるということ、実例があるということ。災害対応で重要な要因は何か、それは2つ私は捉えています。スピードと情報発信、これが重要な要素であるというふうに私は捉えています。なぜか、皆さん72時間問題というのを聞いたことあるかと思います。72時間問題、要は災害が起きて72時間までは生存の確率が高いということ。自衛隊も消防隊も自治体もまずは72時間人命救助に当たります。いわゆるスピードが命を守るということ、情報発信、さまざまな情報発信の角度、制度がある、支援の手が大変スムーズに、例えば水が欲しい、おにぎりが欲しい、この情報の精度が高ければ高いほど支援の手が早くなります。一方で、あまりに拡散をしすぎるとあらゆるところから支援が出てきて、逆に受ける方が課題になる、いわゆる受援のことです。受ける、いかにこの支援と受援のマッチングをスムーズに活かせるか、いわゆる情報の精度を高めていくかが、この災害対応には重要なキーワードになってくるということ。これは私はどこからだかというと、実際に私自身も災害の中に入って経験をしたから、いざ自分がそういう立場になったときに、スピードと情報発信が必要だと感じたんです。もしかするとスピードの部分を追い求めると、JC のルールを破らなければならない場面もおそらく出てくるかもわからない。だから有事対応がレジに必要だということ。実際に私がその災害の取り組んだ4つのことを皆さんに少しだけ触れさせていただきたいと思います。1つ目は最新の情報を共有する仕組みの構築、2つ目に各地の被害状況の把握、3つ目に県内メンバーと人的支援の展開、4つ目に日本全国メンバーの発信、この4つの取り組みを進めさせていただいて、これも全てスピードと情報発信を意識した取り組みを心がけました。時系列でどんなことをしたか共有させていただきたいと思います。10月12日に台風19号が発災、翌13日に災害情報共有サイト、右の SNS サイトを立ち上げました。 SNS サイトを立ち上げたのはいいけれど、中身はじゃあどうするのか、求められているのはおそらくどこにボランティアセンターが立ち上がって、どんなニーズがあるのか、どんな支援をすれば JC はいいのか、おそらくそこが求められるだろうというふうに今まで14日に
県庁と県の社会福祉協議会、ここに行って JC ができる支援はないかディスカッションさせていただきました。16日から県社会福祉協議会が主体となってボランティアセンター支援連絡会議会が発足されるということで、私自身もそこに参画をさせていただくことになりました。毎日夕方、県の社会福祉協議会でさまざまな機関が集まって各地域の立ち上がったボランティアセンターで必要な物資や必要なニーズが集まって、そして各機関が自分たちには何ができるのか課題を議論して形にしていく、そんなことを毎日夕方に取り組んでいく。でその情報をSNS サイトでアップしていく、そんな流れを日々やらさせていただいておりました。2つ目に各地の避難状況の把握、これは何をしたかというと、実際に話を聞いただけではいろいろこうニーズが日々変わっていく、だからこそ現地に行って何が必要なのか、何がその場所で求められているのか、情報を吸い上げに努めました。実際に丸森の地域に入ったり、大阪の地域に行ったり、様々なニーズを吸い上げ、サイトにアップしていきました。県内のメンバーと人的支援の展開、これは先ほどご説明いたしましたが、ここで私が皆さんにお伝えしたいのは、連携なんです。連携の重要性、被害が大きかった部分を、被害が少なかった部分が支える仕組み、これを実践できたのは3つ目の県内メンバーと協力して人的支援の展開を進めたということ、ここに実は宮本協議会の役割があるのではないかと、つまり情報を共有する、どこが困っていてどんなニーズが必要なのか、これを例えば宮城ブロック協議会でその仕組みを作り上げる、日本全国支援の要請、残念ながら被害の広域だったということで全国からの支援の手を求めることは難しかったんですけども、東北のメンバーが来ていただいた、秋田が比較的この水害で被害が少なかったので、大豆人士の皆さんが、湯沢の青年会社の皆さんが、片道4時間、5時間かけて、宮城市に支援に入っていただいた、改めて東北の連携、絆を感じた瞬間でありました。残り15分ぐらいですね。私がこの災害対応に、やっていく中で課題と感じたポイント5つお示しをさせていただきます。もしかするとこのこれから JC 活動してされていく中で一つのこう軸になるというかも分かりません。一つ目に有事の際の行動マニュアルの未整理だったんです。私のことです。二つ目に危機管理に対応できる人材の不足、3つ目に各機関とのコミュニケーション不足、4つ目に先ほど紹介した支援と受援のミスマッチ、5つ目に災害の風化、ここに実は潜在化する課題が私はあるのではないかというふうに捉えています。有事の際の行動マニュアル、これをしっかりとロムトロム、ブロックトロム、この整備をしっかりしていくことによって災害の大きさや災害の形は違えど、何かしらの行動が迅速に行えることができる。危機管理、コロナっていう問題があります。例えばコロナの問題によってどんな課題が出てくるか、災害が来た時に皆さん避難所に行きます。避難所一直
避難所が例えば分散して描かなければならない。ということは、その避難所をリードしていく、運営していく人材も必要です。例えばコロナの問題を挙げると。ということは、各場所で各地域で危機管理に長けた人材の育成が求められるということ。それはもしかすると防災士とか、そういう役割なのかもしれないけれども、JC としてその危機管理、どういう人材を育成していくべきなのか、ブロックで、ロメでディスカッションをしていく要素ではないでしょうか。3つ目、各機関とのコミュニケーション不足。これは私も思いましたが、先ほどボランティアセンターの会議体じゃなくて、毎日のメンバーの皆さんとディスカッションしたと言いましたけれども、その時が初めて、その時初めてなんです。最近の時は、その時に名刺交換してるんです。それでは、なかなか有事の対応が難しい。日頃から顔が見えるかな、連携、どんな連携が有事の際にできるのか、そういう関係づくりを平時から知っておかないと、有事には難しい。なぜなら、どんな特徴、その段階にどんな特徴があって、どんな力があって、どんな資源があるのか、有事にならないと分からないでは、災害対応は、必ず迅速にはできない。支援と重役のミスマッチ、具体例をちょっと皆さんに共有させていただきます。マグロの支援要請が先ほど県から出たということで、実際に私もマグロの支援に行きました。土砂対応してほしいという依頼なので、しっかりと整備をして、長靴を履いて、ヘルメットをかぶって、マスクして、メガネして、こう、しっかりとした整備をしてみたら、実際に要望を受けて、現地に行って、社会福祉協議会の方に言われたら、会長、人手がちょっと足りなくて、受付をやってほしいと言われます。受付をして、誰が来たか。ボランティア保険の お金も集めてほしい。つまり何を言うかというと、声、ボランティアの声をかけた瞬間に多くの人が集まってきてしまった。そして、だから受け入れ作業が混乱してしまった。いわゆる支援、いくら呼びかけても受ける作業、それはボランティアの執行部かもしれないけれども、行政が受け入れ作業が整っていないとミスマッチが起きてしまう。東日本大震災の時に皆さんもおにぎり捨てられたところを見られていた方がいらっしゃいますか。おにぎりが大量に捨てられた。それは何かというと、いろんな人に避難所から声をかけるんです。35人欲しい。そうすると実際35人になると90%の可能性がある。ここでミスマッチが起きてしまうんです。このミスマッチをいかに解消していくかも、もしかすると課題があるのかも分かりません。災害用風化、これは JC らしい取り組みだと思います。台風19号で屋外で亡くなった方、どんな要因があったか、半数が車の中で犠牲になったと言われています。高齢者の方が避難所に逃げられず、屋内で犠牲になった方もいらっしゃる。いかにこの災害の風化を抑止する、防止する取り組みを JC が行っているか、先ほど、釜石の奇跡の話をさせていただきましたが、命を守るために、どんな運動を取り組むか、平時から。その経験から得られたソフト対策、ハードとソフトの両輪、ソフト対策をいかに進めていくかの重要性を皆さんに、私はこの12年間この JC 活動をさせていただいた中で得た対策、教訓を皆さんにお示しをさせていただきます。具体的にどんな授業をすべきかに関しては皆さんで考えていただきたいと思いますけれども、実際にこの方向性について皆さんにお示しをさせていただきたいと思います。一つ目に、積み上がった知見の
水平変化、2つ目に危機管理に向けた人材の育成、3つ目に防災減災の啓蒙活動、4つ目に官民連携の強化、5つ目に有事の組織体制と情報共有の整備、6つ目に災害のシミュレーション。この6つのソフト対策を進めていけば、必ず JC の役割は力強く生まれてきます。積み上がった知見の推定で、これまで先ほど申し上げましたけれども、JC はさまざまな災害対応に当たってきた、さまざまな知見があるんです。知見があるからこそ、その知見を見える化して、形に落として、ロムドルの垣根を越えて、共有していく仕組みを作っていくこと、危機管理に長けた人材の育成、先ほど避難所の話もさせていただきましたが、災害が起きたときに、どのような舵取りをすべきなのか、これを政治に考えていくことが重要でない、重要ではないでしょうか。防災・減災の啓蒙活動、先ほど、残念ながら、車中の中で犠牲になったという話もさせていただきましたが、防災・減災の啓蒙活動が命を救うかもしれません。4つ目、官民の連携の強化、平時からどの団体とどんな連携を果たすべきなのか、それを共有していく、5つ目に、有事の際の組織体制、ブロックとロム、ロムとロム、どういうふうな体制を平時から築き上げ、どんな情報を共有しておくべきなのか、災害のシミュレーション、訓練ですね、水害、地震、さまざまなシミュレーション、JC で形にするのはなかなか難しい部分もあるかもしれないけれども、平時からこの中長期に向けてこの形を落としていくこと、私は非常にこれは重要な役割だというふうに思っています。宮城労働協議会の役割は冒頭にも申し上げました、つなげていくことなんです。戦略を作り、どんな連携を作り上げていくべきなのか、それを実装するためにはどうしていったらいいのか、そして検証をしていく、そしてバージョンを上げていく、このサイクルを JC が果たしていけば、必ず防災・減災につながっていくと信じています。今日は皆さんにこの概念図に沿ってご説明をさせていただきました。まずは JC の原理原則である信念とリーダーシップを育む団体であるということ、時代が今、世の中は予測困難な時代であるということ、だからこそ3つの方向性を持って JC の運動を進めていく、防災減災の取り組みを強化していく、災害は威風ではなく吠えんだということ、もし災害が起きたではもう後手後手になってしまう、だからこそいつ災害が起きても迅速に機動的に対応できるように準備を進めていく。東日本大震災の前の年、2010年8月に石巻の有名なお祭り神開き祭りが取りが行われています。その時私はある女性メンバーと共にこの事業を構築しておりました。残念ながらその女性メンバーは2011年3月11日にここから近い南浜町で犠牲になってしまいました。皆さんに求められているのは一体何なのか、 JC として信念を持ってどんなリーダーシップを発揮すれば防災・減災に向けて積極的な行動が起こせるのか、それはもしかすると地域の社会のこの宮城の国になるかもわからない、だからこそ有事に向けてしっかりと平時から準備を進めておくことが重要ではないでしょうか。あと5分ですね。これが私高校でスピーチの内容をいただいたときに書
必ず皆さんにお伝えしている最後の締めでございます。成長とは一体何だろうか。この JC で与えられる成長って一体何だろうか。皆さん、成長の定義をしていただければと思います。この JC で得られる成長と。私が得たこの JC での成長、それは、今まで見えなかったものが見えるように見えるようになること。今まで気づかなかったことが気づくようになること。今まで感じられなかったことが感じるようになること。それが JC で得られる経験なんです。そこで自分の魅力さ、至らなさを知るからです。努力をしていく必要性を認識する。自分の価値観を大きく、大きく広げてくれる団体がこの組織なんです。だからこそ、皆さんは、理事長の皆さんから成長の切符を与えられた。その成長の切符を生かすかどうかは、皆さん次第。皆さんは、将来を嘱望された皆さんです。だからこそ、この友人に活躍できる人材として、さまざまな知見をこれから、木村愛さん、院長が、しっかりと役割を果たしてくれると思いますので、力強いリーダーになっていただければと思っております。これから皆さんは、災害対応に当たる場面、子どもたちと一緒に事業を行う場面、特には仲間とディスカッションする場面があるかと思います。世界中のメンバー、今コロナによってなかなか難しいかもしれませんが、世界中のメンバーとの取り組みもあるかもわかりません。ぜひその機会を逃さないでいただきたい。JC は、クラブ40歳までの活動なんです。私はもう今年43歳になっちゃうんですけど、43歳の私はもうこの組織には戻れません。だからこそ皆さんはこの組織でさまざまな経験を積んで JC を卒業した後に地域で宮城で世界で活躍できる人材になっていただければと思っています。自分自身を磨きつけて続けて自身の可能性を広げていっていただければと思います。本日は貴重な機会を与えていただきましてありがとうございました。連携した先だけではなくて
ところと平時からの連携を果たしていく。一方でコロナがなかなか難しいこともあるんだけども、だからこそこの今デジタルっていうか、パソコンを使ってデジタルで顔を合わせる、そんな仕組みもこれから作っていかなければならない。おそらく会長もおそらくそれも重々把握されていらっしゃるかと思いますので、ぜひそのログにとっても平時からいかに災害に向けてどんな取り組みが必要なのかということを定期的に話し合う場面を設けていくというのは取っかかりだと思います。ありがとうございます。アカデミー生の、コミュニケーションをどのようにとっておくかというところも含めて今後勉強していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。